木造トラス構造を採用した構造物トラスは三角形を基本単位としてその集合体で構成する構造形式結構とも言う構造形式の一つで部材の接点をピン接合とし三角形を基本にして組んだ構造である材質としては木材や鋼鉄が使われることが多い構造計算の際に接点を ピン接合とみなして理想化する場合でも、実際の構造物で純粋なピン接合とすることは、少なく、接点が事実上合接合に近いものも多い。その一方で、トラスらしさを強調するために、機械のジョイントを思わせるディテールをあえて用いるといった、異常上の工夫がなされることもある。さらに理想化して考える場合は、部材のたわみ等を無視し、簡単化するために、 部材及び接合部を合体とみなし解析する。接合部に注目する方法と、特定の部材の反力を求める方法とがある。比較すべき構造概念として、部材を合接合したラーメン、部材を線ではなく、面と捉える壁式構造、曲げモーメントを圧縮力に変換するアーチ構造等が挙げられる。用途として主なものは、土木では鉄塔や橋梁。 建築では小屋組や三次元的なトラスによるドーム、最近ではローラーコースターのレールなどにも使われている。また、クレーンのブーム、自転車のフレーム、オートバイのフレームなど機械でも金属のトラスが用いられることは多い。トラスでは接合部で引っ張りや圧縮の力は伝達できるが、曲げモーメントは伝達できない。このため、 基本的に筋いなどを入れた三角形の形状で、なければ骨組みを構成できない。解析した結果、反力が働いていない部材が存在することがある。これは、文字通りゼロ力部材などと呼ばれるが、それでも必要なのは、突風による風圧など予期せぬ荷重がかかった時に、全体が倒壊することがないようにするためである。屋内、屋外の各種イベント会場で用いられる。 仮設の構造物にシステムトラスがある。フランジ連結式とクランプ連結式がある。ワルシャワ近くのオストロークにあるカール・ザイス製カセグレン式望遠鏡のセルリエトラスセルリエトラスとは望遠鏡に使用されている管を組み合わせた構造体である。1935年に技術者のマルク・ユー・セルリエによってパロマ山の200インチヘール望遠鏡のために設計されたもので、 望遠鏡の姿勢が変化しても、主鏡と副鏡が同一の光軸を維持するようになっている。トラスの上部には引っ張り力が働き、下部には圧縮力が働く。赤道儀の場合には、トラスは二方向に変形するが、経営以外の場合の変形は一方向である。セルリエ・トラスの例、非線形、C 協会監修、岸正彦、構造解析のための有限要素っぱなし。 実践ハンドブック森北出版2006年59ページ ISBN4 から 627917910Encyclopedia of Astronomy and Physics Reflecting Telescopes Paul Marden and Patrick Muir ありがとうございます